どうも、ファンサムクロジです。あれをね、買ってきました。チョコパイ。三角チョコパイ。しかもね、ただの三角チョコパイじゃないんですよ。プレミアム三角チョコパイです。プレミアム三角チョコパイヘーゼルナッツです。どういうことかっていうと、ヘーゼルナッツを加えた濃厚なチョコクリームを包んだパイ。普通の三角チョコパイ黒とはちょっと違う。そういうものです。というわけで、開けてみましょう。じゃん。これがプレミアム三角チョコパイだ。一応バレンタインを多分イメージしてね、こういうハートがいっぱいついたやつになってるんだと思うんですけど、ああなんか黒い気がするな、前のやつ。美味しそうですね。はい、おいでケイスケ。中見たいですよね。切ろっか。切ってみました。うわー、チョコが詰まってる。いい匂い。しっかり層になってますね。いただきます。熱そうだな。うまい。なんか濃厚な気がしますね。普通のやつより甘さの奥にもっとこう濃厚な甘さが潜んでるような。でも分かんないから、ちょっと普通のも買ってきたね。一口ちょっと食べて比べてみます。絶対新しいの1個じゃ分かんないと思ったから。やっぱ色違うよね。濃いもん。色がほら全然違う。普通のやつの方が色が薄いんだな。食べてみましょうね。うん、違うね。うん、食べ比べたらすごいわかります。すごい香りがいいですね、ヘーゼルナッツの方は。香りもいいし、舌触りもザラッとしてて、あ、濃いチョコレートなんだなっていうのが舌の感触でわかります。で、チョコレートとしての味が強いですね。甘いだけじゃなくてチョコの味が強くてコクもあります。ヘーゼルナッツが入っててカリッとした食感もあるんですけど、食べてる時は気づかないかもしれないです。パイのサクサクが結構強いので、そんな感じです。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん2個食べ比べてみるってのは楽しいと思います。よかったら食べてみてください。美味しいです。あ、点数ですね。点数はじゃあね、どうしよう。キューハンサムです。以上、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。